皆さんこんこにちはメディアお茶の笠子と申しますカンブリア宮殿テレ東経済ウィークということでグローバルの終焉ローカルの覚醒というものすごいタイトルがついてますけれどもえ老舗菓子店のですね種屋さんと、えー、ポケマルシェというですね雨風太陽の特集やってるんですけれども一緒になってるんですけどこれ分けてやった方がいいんじゃないかと思うので今回は種屋の解説をしていきたいと思います。 えー、創業明治5年の老舗菓子店ということでこの種屋グループなんですけれども地元のです、ね、近江八幡滋賀県です、ね、に広大な施設ラ・コリーナというのを作ってです、ね、大人気になっている、まあ、田園×絶品スイーツということなんですけれども、えー、なんとです、ね、赤字施設を23億円で買い取ってですね 8万人の町になんと年間300人もが来場するという、まあ、すごい施設を作ったということなんです。まあ、ただですね、この2、3億円で買い取っちゃって、いやー、これやばいんじゃないのみたいな、どうすんのみたいになって、初めはなんかお菓子の館をいっぱい作るみたいな感じだったんですけど、いや、そんな都会と同じもん作ってどうするんだみたいなことで、いろいろいろ,いろ,いろ考えて、まあ、都会にはない。 まあ田園風景を大切にしながら、そこで美味しいお菓子を食べられるみたいなことにしたとか、あとはですね、やっぱり季節に合って変わる、季節に合った変わるお菓子を、ね、その届けるということで、ね、春に行けばとか、秋に行けばとか、冬に行けばとか、なんかそういうところも非常に、ね、一度行って終わりじゃない魅力があるのかなというところです。 でなんと滋賀県ナンバーワンの観光施設になったという素晴らしいところですね。えー、ただまあ、このね、老舗お菓子のお店、まあ、いろいろ有力曲折があって、まあ、例えばですね、 デパートに数十年前に出店したときに、デパートに出店するから、都会人の向けに華やかなお菓子を作った方がいいじゃないかと思ったら全く売れず、逆に地元の、地元で作ってる田舎お菓子を売ったら人気になったということで、やっぱりその地元の地方の田舎お菓子が自分たちの強みなんだなということに気づいたということです。まあ、ところがですね、このすごい施設を作ったものの、コロナでですね、デパートもダメ。 ね、このラッコリーナもあの、ね、閉めるということで、もうね、緊急事態宣言とか出ちゃって、もうどうしようもなくなったっていうときに、えーまあ、とにかくお菓子を届けたい、まあ、あの消費者からはもうお菓子買いたいんだけど、もうどこも売ってないじゃないか、店閉まっててみたいなこともあって、まあ、コンビニとかス,スーパーとか通販とか、とにかくいろんなことをやって、まあ、なんとか乗り越えたということです。 で、まあ、この社長のね、言葉が非常に印象的なんですけれども、もうとにかくこのま、コロナ前は1分1秒が大事,大事で忙しかったと。で、1分でも空いてればなんかスケジュール入れろみたいなのが、やっぱコロナでピタッと止まって大きく変わって、やっぱりその自然から学ぶことの大切さとか、まあ、時間をゆっくり取ることの大切さを学んだということで、まあ、非常に素晴らしいなということです。 えー、あとですねあの、これ最後に言ってたことが本当に素晴らしくて、まあ、結局国が悪いとか誰々が,が悪いとかじゃなくて、全ては自分に責任があるんだから、それでその地方が疲弊してるからダメだとかコロナだからどうのとかじゃなくて、やっぱ自分たちが責任を持って自分たちの責任で乗り越えてなくちゃいけないみたいなあのメッセージは非常に良かったんじゃないかなと思います。えー、というわけでカンブリア宮殿の、えー、老舗の菓子店、タネ屋さんの方を紹介しますけれども、別 動画でですね、雨風太陽の方も紹介していきたいなと思います。